キングプリンス平野氏を感動の公開プロポーズ。ファン大喜びのツアーでのサプライズ。キングプリンスへの全国アリーナツアー、キングプリンスコンサートと2021ケラリー、センスから、が、大阪城ホール公演での初日7月25日に盛大に、開幕しました。 このツアーでは、メンバーのファンサービスが驚異的なレベルで行われ、ファンの間で大きな話題となっています。昨年、キングプリンスを新型コロナウイルスの感染拡大の影響で予定されていたツアーを中止せざるを得ませんでした。代わりに、彼らは無観客の生配信ライブを行いましたが、今回のツアーは久しぶりの有観客公演となりました。 ツアーに参加したファンたちは、久しぶりにファンの前でパフォーマンスすることが嬉しかったのでしょう。と述べながら、メンバー全員がファンサービスに熱心に取り組み、まさに、ファンサ祭り、とでも言うべき光景が展開されたと語っています。メンバーたちのサービスの手厚さには驚愕し、会場ではファンサービスを受けた人に対する戦望の声が広がっていました。 ツイッター上でも参加者たちが各メンバーのファンサービスについて報告しており、特に平野仕様に関する内容が大きな反響を呼んでいます。なんと彼はファンに対してプロポーズするという夢のようなファンサービスを披露したのです。 報告によれば、スタンド席にいた一人の女性が内輪にメッセージを書いていたところ、平野さんはそのリクエストに応えて彼女の前にひざまずき、手を差し出したのだとか、おそらく彼女が結婚に関する願い事を書いていたのでしょうが、この公開プロポーズには会場のファン全員が感動の渦に巻き込まれました。さらに、平野だけでなく長瀬角も、 ファンサービスのレベルを極限まで高めていたようです。参加者のレポートによれば、長瀬さんはファンからのリクエストに応じて、好きだ、バーカ、といった後に嘆キスしたり、エアハグをしたりと、非常に丁寧なファンサービスを展開していたとのことです。 長瀬さんはシャイなイメージがあるだけに、彼のサービスぶりに驚いたファンも多かったようで、ツイッターではそのレポートを読んで、戦望の念に苦しむファンたちの声が相次いでいます。ファンサービスの充実度を含め、今回のツアーは素晴らしい内容だったという声が広がっています。 コンサートに参戦できたファンたちは驚異的な競争率を乗り越え、まさに奇跡のような体験をしたことで羨ましさを感じています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。